梶川は、新潟県柴田市及び北神原郡聖牢町を流れる河川。二級水系の本流。源流域では、飯出川と呼ばれる。飯出山地のご静学に源を発し、柴田市郊外を流れ、北神原郡聖牢町次第浜で、日本海に注ぐ。古くから、暴れ川として水害に悩まされてきた歴史を持つ。 かつては全国的に知られた桜の名勝地であったが、昭和41年、昭和42年の大水害による河川改修のため桜は全て伐採された。現在は桜並木の復元が進められている。江戸時代以前から、梶川は海岸線に沿って発達した新潟砂丘の砂丘列のため日本海へ流出できず、現在の柴田市マノゲ付近で左に大きく曲がり、 阿賀野川へ合流していた。流域の北貫原平野は低湿性で水害が多く、江戸時代になると柴田藩による治水施策の一環で、梶川の河川改修が進められた。また、流域の死運地方の干拓などの進展もあった。しかし、流域の治水は、新潟港の水位や、下流域の農業用水確保などの利害の絡む問題でもあり。 それが対策を難しくしていた側面があった。明治時代に入ると、梶川の排水不良による水害が悪化傾向にあり、梶川をなるべく短距離で日本海へ流そうとする分水路計画の機運が高まった。1874年には利害関係により頓挫したが、新潟県による梶川分水路工事が1908年に着工し、1913年に完成した。 分水路は現在の柴田島野原から清浪町次第浜まで4 9キロメートルに渡り改作され、分派地点には梶川分水門が設置された。平時には運河水門を開放、土砂と水門を閉鎖することで、梶川本川の農業用水や収運用の水深を確保し、出水時には運河水門を閉鎖、土砂と水門を開放し、洪水を カジカワ分水路から日本海まで流下させた。分水路の完成により流域の水害は激減した。1966年7月17日に下越水害、1967年8月28日に上越水害が発生し、流域は2年連続で大水害に見舞われた。流域ではそれぞれ7.17水害、8.28水害とも呼ばれる。 水害後に、梶川の治水計画が抜本的に見直され、さらなる河川改良工事が実施された。従来の梶川分水路が梶川本川となり、従来の梶川本川は、河川梶川とされた。この時梶川分水門は役割を終えた。また利水用のうちの倉ダム計画に治水機能が追加され、梶川治水ダムの建設が行われた。河川梶川は、 周辺の治水、利水施策の進展により、河川としての役目を終え、1974年に河川指定が廃止された。その後の水質悪化等により、1995年から2012年まで、水環境整備事業が行われ、地域住民の憩いの空間として整備された。梶川分水門は1989年に、梶川治水記念公園にて復元、保存されており、 2012年には土木学会戦争の土木遺産に認定された。梶川沿いの桜並木かつて川岸には約6000本の桜が数十キロメートルにわたって連なり、朝廷十里、日本一と謳われる桜の名所であった。この桜は1915年頃に梶川分水路の完成と大正天皇即位の記念として植えられたものである。流域の植え本線には カジカワカリ条項状が1962年まで存在した。しかし1966年と1967年の水害後、河川改修の支障となり桜はすべて伐採されてしまった。真偽は定かではないものの、桜の根が堤防を弱めたという説も見られた。伐採後も桜並木の復元を望む声は多く、1989年に国の 桜包みモデル事業として認定を受け、桜並木の復元が進められている。復元にあたっては、桜の根が破跌を招いたとの説に排除し、堤防の外に気づいた福包みに桜が植樹されている。現在では、梶川からかつての梶川沿いまで約2000本の桜が見られるようになっている。1 9 8二年、連年水害対策の外政を記念して整備が、 開始された。1989年には、桜の名勝地を蘇らせる一環として、王子の水門が復元され、今では、梶川の桜の見どころになっている。2002年12月30日頃から翌2003年1月に、かけて、川口付近にゴマフアザラシ、カジちゃんが出没し、多くの見物客が集まった。ありがとうございます。